プレーサー軍は、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサクラメントバレーとシエラネバダ山脈の双方に位置する軍であり、ゴールドカントリーと呼ばれる地域にある。サクラメント市の郊外から他保まで広がり、ネバダ州との宗教に接している。サクラメント大都市圏の拡大ゆえに、州内でも最も成長速度の高い軍に属している。 2000年国勢調査から2010年の人口は248,399人から348,432人と40%増大した。軍庁所在地はオーバーンである。イーグルズネスト金山から出た金の標本プレーサー軍となったところには数百年前からマイドゥ族とミオー,ーク族インディアンが住んでいた。 1848年に金鉱が発見されて、世界中から数万人の鉱山市がこの地を訪れ、その鉱山市に物資やサービスを提供するためにさらに多くのものが移住してきた。金発見からわずか3年後の1851年4月25日、サッター軍と湯バ軍の一部からオーバーンを軍庁所在地として急成長するプレーサー軍が設立された。 軍の名前はスペイン語で金を含む砂、あるいは砂利の堆積物を意味している。鉱山市は、プレーサー採掘法と呼ばれる手法で砂利を洗い、重い金を取り出した。金の採掘は1880年代まで主要産業だったが、次第に新しい住人は、給料の肥沃な土壌で農業を始め、また製材業や、サザンパシフィック鉄道の労働者になった。 1848年5月にクロード・チャナがオーバーン谷ニで金を発見した時にオーバーンの町が作られ、そこが後に周辺の金炭鉱宿営地のための出荷と物資供給の中心になった。プレーサー軍の美しく歴史ある軍庁舎の礎石は1894年7月4日に据えられたものであり、建物はオーバーンの町を抜ける週間高速道路80号線から はっきりと見ることができる。この建物は1980年代後半に改修され、現在は裁判所、歴史ある保安官事務所及びプレーサー軍博物館として公共のように供している。かつては小さな農業中心だったローズビル氏が鉄道の主要拠点となり、1908年にサザンパシフィック鉄道がその創車場をそこに移転させた後は、軍内で 最も人口の多い都市に成長した。ルーミスとニューキャッスルは鉱山町として始まったが、急成長した果樹生産業の中心になり、地元の多くの加工場を支えている。ペンリンの町は、ウェールズ出身の鉱山市、グリフィス・グリフィスが設立し、鉱山から大規模な加工岩の石切り場に転換された。ロックリンの町は、鉄道の町として始まり、 多くの加工岩石切り場がある町になった。リンカーンとシェリダンの町は、牧畜と農業を続けている。リンカーンには1875年に設立された、軍内でも最古級の企業であるグランティング・マクビーンがあり、テラコッタクレーの製造工場を運転している。1960年、軍内にあるスコーバレーで、冬季オリンピックが開催された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は1503平方マイルであり、この内陸地は1404平方マイル、水域は98平方マイルで、水域率は6.55%である。軍内の水路としては、アメリカン川とバンチクリークがある。タホコはその水面積の40.96%がプレーサー軍内にあり、他にタホコがまたがる4つの軍よりも大きな数字になっている。軍内には、 一般用途空港として下記の三つがある。最も近い商業便の発着する空港はサクラメント市のサクラメント国際空港である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。プレーサー軍はアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党の強い地盤である。大統領選挙で民主党が多数を取ったのは百七十六年の ジミー・カーターが最後だった。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、カリフォルニア州第4選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では、第1、第4、及び第5選挙区に入っている。カリフォルニア州議会上院議員の選挙では、第1及び第4選挙区に入っており、すべて共和党議員が務めている。2004年プレイサー軍の前を呼び言。 ソーシャルワーカーは、軍がホームレスを排除する、不分律を持っており、従業員にはホームレスを隣接する、四方区、すなわち、サクラメント軍に送るよう奨励していると報告した。この話は当初、サクラメントニュースレビュー紙で報道され、サクラメント B 紙の独自の記事で確認された。サクラメント市におけるこのようなホームレス排除の例に、基づき、カリフォルニア州議会議員、 デイブ・ジョーンズが病院が施設の同意なしに他の軍の施設にホームレスを送ることを禁じる法案2745号を提案した。この法案は2006年にアーノルド・シュワル・ツェネッカー知事が署名して提案となりカリフォルニア州憲法安全法典の1262.4説に加えられた。ありがとうございます。